僕らはさ何もつかんでいない。ウェルビーイング、それは体も心も、そして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ沖縄セルラーがお届けします。読谷村の波平にある焼き物工房お長屋は、地域の人たちの憩いの場になっています。お長屋のカウンターテーブルには美和子さんの美味しいコーヒーにつられて、ご近所の方が集まるそうです。工房の正面には沖縄の民具のようなカゴがたくさんぶら下がっています。これは何でしょう？あれは、波平の、近所に住んでる方が作ってくれてる小箱です。私たちの、マグカップの、ラッピング用として、クバカゴを使ってみようっていうことで、作っていただいてます。ご近所さんとの交流でできたコラボレーションで、お長屋のオリジナルラッピングが誕生しました。マグカップとコーヒーが紡ぐ大切な時間。夕方には工房で遊んでいる子どもたちのママ友、パパ友が集まり、美和子さんの入れるコーヒーを美味しくいただきます。美和子がいるからです。やっぱ彼女は人付き合い上手だし、すごい人と仲良くなるのがうまいんですよね。僕はどっちかっていうと人見知りのタイプなんですけど、結構美和子づてで広がる人間関係っていうか、結婚して本当にそれも多いんですよ。人とのつながり、穏やかな人間関係がここにあるなっては感じてますね。焼き物工房お長屋は、人と人とがつながるウェルビーイングな空間になっていました。私の幸せが誰かの幸せにつながる心地いい生き方。沖縄セルラーの提供でお届けしました。